民衆駅とは、駅舎の建設を日本国有鉄道と地元が共同で行い、その代わりに商業施設を設けた駅である。太平洋戦争によって、日本の使用都市は空襲を受けて、焼け野原と化し、駅舎も多くが消失した。戦後、国鉄は線路、車両の復興を優先して行うことにしたため、多くの駅が仮駅舎のままでの営業を強いられることになった。 そのため国鉄では、戦災復興を地元と共同で行うことを目論むようになり、駅舎の建設に関して地元の有力者たちの資金を仰いで、その代わりに商業施設を駅舎内に設けた駅を作ることにした。施設では小林13による阪急電鉄梅田駅をはじめとして、商業施設を設けた駅が戦前から誕生していたが、国鉄では初の試みと言えた。 最初の例となったのは、豊橋駅で1950年3月14日に完成、同年4月1日に開業した。以後、日本全国へこの方式の駅が広まっていったが、駅内の商業施設が収益を上げても国鉄には時代収入しか入らなかった。しかし、1971年の国鉄法改正で国鉄による直接投資が可能となり、 1973年6月26日に初の投資物件として平塚駅が完成した。またこの頃から駅ビルと呼ばれるようになった。民衆駅には買い物客の利便性の向上のため売り場にも改札が設けられ、さらにメインの改札口を経由せず直接出入りすることができる構造が多かったほか、ステーションデパートという名称が使われることも多かった。 民衆駅は駅の活性化に貢献してきたが、地方都市に建てられた民衆駅は、モータリゼーションの進行などで乗客を減らしており、商業施設も郊外に大型店ができたことや、建物の老朽化により衰退し、その後の駅の改築によって、次第に姿を消しつつある。しかし、仕事としての民衆駅で培った商業施設運営のノウハウは、国鉄民営化後、 駅ビル事業が JR 旅客6社の収益の柱事業となって今も生きている。中1950から1973年建設のもののみ、ありがとうございます。